まずはこの毛先にたっぷりもうブリーチを重ねていくっていう作業ですね。でこれはもうスピーディーにやっていきます。でこの表面の方が一番明るくなりやすいです。なのでその表面はちょっと最後の方に塗るっていうことを意識してやります。で毛の太さ、を見ながらどういう手順でいったら最短で、きれいにリフトするかっていうのを考えます。縦スライスで根元を塗っていきます。でモデルさんの髪がどっちかというとペタッとしやすいので、横でやっちゃうと根元にすごいついちゃう可能性があるので、ちょっと縦または斜めのスライスを取って、やっていくと。それが一番時間も早いですし、なおかつクオリティもとても高く仕上げれるんじゃないかなと思います。顔周りまずしっかり繊細に分け取って、まずこう塗っていきます。でしっかり根元を押さえるためにこのように1センチスライスで放射状にスライス線を取り、根元を押さえていきます。絶対根元毛先につかないように注意していきます。中間の塗りこぼしがないようにやっていきます。ホイールをかぶせます。ここでピンクを投入です。まず根元の方をしっかり温めて塗っていきます。根元を塗り終わったら中間毛先一気に進んでいきます。ブリーチのアンダーレベルがもうしっかり整っているので、全部一気に塗ります。でタイムがちゃんとこう最初に塗ったところと最後に塗ったところがちゃんと揃うようにしっかりスピードを意識して塗っていきます。まあ、全体をこう水色に染め上げて、この毛先のここの部分だけホイールワークで塗り分けをして、水色とこの薄くピンク、あんま濃くやってしまうよりはちょっと薄めにやった方が顔になじませやすいっていう感じですね。まあ、ちょっと遊びを入れたい人にいいかなという感じです。でこちらもこうだんだんこう薄くなるようにグラデーションに入れてます。水色も後ろ見ていただいて、まあ、そうですね、こういう感じですね。このような感じになってます。